ジド道図法で描かれたエデンのそのエデンのそのエデンのその,の園は旧約聖書の創世記2章8節から3章24節に登場する理想郷西洋においては楽園はすなわちこれを指すチグリスユーフラテス川の周辺地図創世記の記述によればエデンのそのは東の肩にありアダムとエーバはエデンのそのを耕させ守らせるために ヤハウェによって、そこに置かれ、そして、食用の果実の木が、園の中央には、生命の木と知恵の木が植えられた。また、エデンから流れ出た一つの川は園を潤し、そこから四つの川、ユーフラテス川に分かれていた。ヤハウェは、アダムとエバが禁じられていた知恵の木の実を食べたことを、とがめ、エデンの園から追放する。 生命の木に至る道を守るため、ヤハウェは、エデンの東に、ケルビムときらめいて回転する、炎の剣を置いた。エデンとは、ヘブライ語で、楽しみ、アッカド語でソノという意味である。中世のキリスト教伝承では、アダムの三男説が、エデンのソノに渡ったという伝説が生まれた。エデンがどこであったのかについては、古来様々な場所が主張され、議論されてきた。 しかしその中には、創世期に転居が認められないものも少なからずある。多くの説では、エデンから流れ出たという記述から、川の上流にエデンがあったと考え、シグリス・ユーフラテス川の源である、アルメニア付近のザグロス山脈一帯にあったとしている。ユダヤ教の伝承によれば、エレバンにあったという。エレバンの近くには、ノアの箱舟が流れ着いた場所との伝説がある。 アララト山がある。その他、紀元前3000年代、紀元前2000年代に、メソポタミア・インダスカン交の要衝として、繁栄した古代都市、ディルムンがモデルとする説がある。ディルムンの位置についても諸説があり不明だが、バーレーンのバーレーン要塞はその首都の跡地であるとする、説がある。他に、紀元前26世紀、メソポタミアにおいて、ラガ首都、ウンマが、 グエディンもしくは、グエディンナという肥沃な土地をめぐって、戦争を繰り返しており、このどちらかがモデルであるとする説もある。他に、環境考古学や宇宙考古学などの視点から、7万年前1万2000年、前の最終表記には、海面はもっと低かったため、現在は、海の底となっている、ペルシャ湾に否定する説もある。考古学者、 ジュリス・ザリンの1987年のスミソニアン誌に掲載された、見解、ハズ・ザ・ガーデン・オブ・エデン・ビーン・ローケーテッド・アット・ラストや、考古学者、ジェフリー・ローズの2010年の論文、アラブ・ペルシャワン・オアシスの人類戦指針仮説が有名である。24,000年前から14,000年前頃まで1万年もの間、推定界面は、 ホルムズ海峡の海底より低い水準にあり、そのため、オマーアン湾の水位が、ホルムズ海峡の海底より低くなり、ペルシャ湾の海水は、川の流れのように、オマーアン湾へと流れ出し、湾内には干上がった広大な盆地コール、ガルフオアシスが出現したと考えられる。ガルフオアシスは、海跡や、盆地の奥から出口に向かう川や湧き水に潤されて、 湿地帯や豊かな植生に覆われた草原や森が広がっていたと考えられる。1万8000年前の最終表記極大気には寒冷化と乾燥化が進み、ガルフオアシス周辺の環境が乾燥したため、乾燥からの避難地として人類は水と狩り場を求めてガルフオアシスに集まり、狩猟採集生活を送っていたと想像される。 やがて最終表記が終わり、温暖化が始まると、海面は上昇に転じ、1万4000年前頃から、ガルフオアシスに海水が侵入。1万年前頃には、中心部の淡水湖が海とつながり消滅。人類は真水を求めて、北西の河口や北岸南岸の流出地に移動。8000年前頃には、中心部は湾となるものの、湾の周囲には、 まだわずかに陸地が残っていたが、6000年前頃には、その陸地も水没し、ほぼ現在のペルシャ湾と同じになった。海面上昇はそこで止まらず、現海面より地から2メートル高い状態が3000年前頃まで続いたと考えられている。現在では、湾の北西端から内陸200キロメートル奥にある古代都市エリドが栄えていた頃は、 現在の停戦から内陸 150km ぐらいまでは海につながっていた可能性がある。ベロッソスのバビロニア史の伝えるところでは、エリュートラー海の海中からやってきたワンネスという半魚人が人類に一週間で文明を授けたとされている。これはかつては陸地であり、今は水没したペルシャ湾のガルフオアシスからメソポタミアに人類が移住した。 記憶の名残かもしれない。ありがとうございます。